これが大いなる冬だとするなら、それまでに必ずやキャメロットを奪還する。行くぞランスロット。はっ。お前が適正試験をくぐり抜けた。さ、あれ、資料がどっか行っちゃった。まあいいや、ここんとこに名前とかある。なんだと？その程度なのか？もう一度言ってみろ。ありがとう。ももももも、うん、ふっふっふ。どういうこと？てへへ。
終審査に通った。マリン様、準備 OK。 君が最終候補生か問われるのは器。君が無理天の命運はたった今君の腕に託された。新たな竜の王アース、おめでとうございます。手の中で脈打っているのがわかるか。その剣エクスカリバーは刀身には純度の高いラインゴルドが使われ、この無理天を混乱に陥れて王になって、そう我々には時間がないのだ。はっ。我が名はランスロット、以後お見知り。では早速ですが、アーサー様、初めてとは思いません。ではこれより我々の拠点。あいあい、お前じゃんじゃ、そういうわけだ。口が悪くてすみません。生真面目で頑固もんじゃ。あいあい、んであのボンキュックールで面白な、たま、ご苦労だったな。我らの円卓を、そして君の当面の目標、まずは力試し。詳しいことはねえ、クールで面白みに欠けるっしょ。でもすんじゃ、
仕事。もっと真面目。ギリギリ。クソ真面目。ついカッとなって乱暴な言葉遣い。ご存知の通り、そして詳しい説明は私がサポートいたします。偉人とは思えぬ剣さ。まあこの辺りに行っては。現在このブリテンでさらに巨人族を中、それもすべて我々エンタ、これからあなたには偉大なる竜の王が帰ってくる。これまで幾度となくブリテンに危機、それを救ってきたのだ。そして今またこの混迷のエクスカリバーによる円卓の騎士とはアーサー王の中心としていずれも強者で、皆新たなこの地の戦いを終わる。
どうやら私の巫女ここまで到達するにはこの辺りの雑魚が相手。いえ、どうやらもうこの辺りに見事最初のミッション達成ということです。どうしたラタトス。せっかくいいことあると思うよ。二つ、ドラゴンだと。ランスロが途中で止めた。それからいいことはね。笑うな。聞いてたぶんね。これからさらにラタトス君では、私はあいあい。アーサー様、帰ったらんじゃ。ランスロット君、思った以上に。それはよく。
とりあえずは外れだと。眠らずに遊ぶ方法ってないのかな。あ